藤本観音山古墳は、栃木県足利市東本町にある四世紀中頃に、築造された前方後方墳。藤本観音山古墳は、墳長117.8メートル、前方部は2段で高さ5.4メートル、後方部は3段で高さ11.8メートル、集合を含めた全長は、約210メートルの前方後方墳である。後方部は、3段目に、吹石が施され、 墳町には二重公園の壺形同期等が廃されていた。前方後方墳としては全国で5番目、東日本では3番目の規模である。1964年7月25日、足利市の史跡に指定され、その後2006年7月28日、国の史跡に指定される。足利市では、足利学校後、足利市宅後、 カバサキテラに次いで4番目の国指定の史跡となる。藤本観音山古墳は、栃木県足利市東本町530付近に位置し、南側には見渡す限りの水田風景が広がる。北側すぐの水田には、産業廃棄物のスクラップが山積みになっており、その先は、住宅地となる。南西に約キロメートル下った群馬県大田市竜舞町千八十九 付近に塚回り古墳群第4号古墳がある。塚回り4号古墳は群馬県県指定史跡であり、古墳からは円筒埴輪や継承埴輪が多数出土し、現在は古墳公園として復元され公開されている。塚回り古墳群第4号古墳、ありがとうございます。